キノコの旨味すごい。サカッチさん、はい、全然言い慣れてない。いいんですよ、サカッチでお願いします。秋といえば、うん、旬な食べ物がたくさんあると思うんですけども、ありますね。今日は旬のキノコを使ったお料理を紹介したいと思います。栄養たっぷりの揚げ出し豆腐風キノコあんかけを紹介したいと思います。あんかけも女子大好き。秋になってくるとね、うん、ちょっとあんかけが美味しい季節になってますよね。じゃあキノコたっぷり使って、そうなんです。楽しみ、本日もよろしくお願いします。厚揚げを焼いていきたいと思います。やっぱり豆腐を水気を切って衣をつけて揚げたりする工程は結構大変だと思うので、大変なイメージ。今日はそれを厚揚げで代用して揚げ出し豆腐を風を作っていきたいと思います。あ、なるほど、はい、フライパンで中火で両面こんがりと焼いていきます。はい、はい、いや豆腐の水切りって本当なんか作業的には簡単なんですけど、うん、時間がかかっちゃうっていう。確かにね、うん、それを揚げたりするまた跳ねたりしたら大変なので、うん、こういうふうに代用できるんだ。そうなんです、厚揚げももう揚げてあるのですでに、うんうん、そうですよね。揚げ出し豆腐に近い、うん、厚揚げをこんがりと焼いてる間に今日使うキノコを下ごしらえしていきたいと思います。はい、今日は2種類えのきだけとまいたけを使います、うん、3等分ぐらいにしていきます。えのきのここっていいんですか、はい、えのきいつもどこら辺まで切ったらいいんだろうって悩むんですよ。今日はちょっと石突きも事前に落としてあるんですけど、うん、もうこうもっともちろんこんな感じでほぐして、なるほど、はい、そして舞茸もほぐしていきます。舞茸もいい香りですよ ね、いいですよね。もう手でね簡単にできるので、はい、はい、これできのこの下ごしらえは以上です。はい、はい、ここで温度が見れるんですね。おこれでフライパンなのに揚げ物とかするときもここでもう測れちゃうから、さすが。そうなんですよ、もういっぱい学びましたもんここで。今何度でしょう。今ね経験上から言うと160度。210度でしょ。ねまだまだ2年じゃ足りない、うん、2年じゃまだ浅いんですよ。しっかり焼き色をつけるって感じですか。そうですね、あの表面が焼き色がついた方がカリッとするので、なんか揚げた感じの、ね、食感になるので、まだ表面が柔らかいんですけどカリッとさせた方がいいと思います。では裏返していきましょう、はい、こんな感じ。あ、うわー、もう美味しそう、ね、表面がカリカリに。あ、こんなカリカリになるんですね。そうなんです、なんでこの焼くのが結構重要なので。え、ちなみにこれ側面とかは、側面とかもよりこうカリッと味わいたい方は側面も、もうそこはお好みで、はい、好みで表面同じように焼いていきましょう。しかも油を引かなくていいっていうのもまたいいですね。はい、そうなんです。へー、はい、じゃあ両面こんがりとしたので、はい、取り出していきます。あ、いいですね。おー、そしたらちょっと食べやすいように切っていきます。はい、これは焼いてから切る方がいいんですか。そうですね、あの切ってから焼くと、うん、何回も転がさないといけないじゃないですか。で大きいまま焼くとこう2回だけで裏返すのが済むので、なるほど、焼いた後に切る方がおすすめです。時短です。楽、はい、ほー、なるほど、1回裏返すだけ。あ、それは楽だ、はい、今日8等分に8等分にいきます。あ、音もね、いい音、いい音でしたね。なんか揚げたてみたいな感じになりますね。揚げたてみたい。え、ね、もうこれだけでもいいな。醤油とかポン酢で。ではあんをもう先にですね、はい、鍋の中に調味料を入れて作っていくと簡単なので、うん、もう合わせちゃいます。小鍋にお水、はい、お水で今日はあんかけなんですけど、先にもう片栗粉入れちゃうととろみ付けが楽なので。なんか別で水溶き片栗粉を作っとくっていうイメージなんですけど、はい、それはいらない。はい、もう今日分量も決めてあるので、上手なとろみがもう自然にできます。あ、この割合だったら、はい、で顆粒のかつおのだしの素、はい、醤油、みりんを加えます。はい、はい、片栗粉をしっかりとね、ダマになっちゃうので、はい、先に混ぜて、はい、冷たい状態で混ぜておきましょう。キノコも入れちゃいますよ。本当に？
あ、まあまあまあ、まあまあ、どっちでもいいんですけど。しんちゃんのレシピですもんね。いやいや、もうちょっとね、あったんです。はい。いいんだ。そう、でも全部入れてから混ぜてもいいんですけど、ちょっと分かりやすく片栗粉を先にね。はい。なんかあんってもうちょっと一個一個の工程をこう手間暇かけてこうやんなきゃいけないっていう。そうなんで、冷たい状態のままもうキノコも入れちゃうと。ダイレクトでいいんだ。結構旨味も移りやすいので、冷たい状態でこれから火にかけます。なるほど。で中火にかけていきましょう。はい。混ぜていくととろみが自然とついてきます。本当だ。いい具合のとろみ。これはでもキノコに火が入るまでしっかりっていうイメージですか？もうとろみがついてきた頃には、うん、もうキノコに火が通ってるので。あ、通ってるんですね。はい。大丈夫です。え、あんかけが一瞬でできましたね。はい。え、こんな簡単にできるんだ、あんかけって。先に混ぜとくとね、とっても簡単にできます。うん。で、とろみがついてきたら、先ほどの厚揚げを入れて、はい、ちょっとあの中に味を少し染み込ませたいと思います。より絡みやすくなるので、ね。なるほど。なんかずっと驚きの連続。で、さらに今日青のりを入れて、はい、こう海苔の旨味も、あと彩りも良くなるので、弱火にして30秒ほど絡めたら完成ですね。あっという間。はい。で、青のりも加熱しすぎるとちょっと色とか風味が飛んじゃうので、はい、うん、最後に加えて。なるほど。はい。本当にちょっとだけ。ちょっとだけ。へー、うわ、美味しそう。で、最後にちょっと味見をして、はい、足りなければお塩で最後ちょっと整えるって感じですかね。なるほど。はい。では盛り付けます。はい。うわー。やっぱり揚げる工程がなかったので、すごくシンプル、簡単にできますね。本当に簡単。こちらで揚げ出し豆腐風きのこあんかけの完成です。美味しそう。それでは、はい、食べたいと思います。いや、それでは急いたいと思います。なんかすいませんね。いいえ、全然です、全然です。僕が装うと多分、うん、より美味しくなりますね。さあ、どんな味なんだろう。きのこたっぷり一緒に、はい、うわ、あんとろとろ、ね、いただきます。うん、おいしい。キノコの旨味すごい。そう、 水から入れて鶏をつけてるので、うん、よりキノコの香りが、香りがすごい立ちますね。揚げ出し豆腐のようなこのお豆腐が。そうなんです。絹豆腐の厚揚げもあるので、はい、より揚げ出し豆腐に近い、うん、食感になってます。で、外がしっかりなんかこう焼かれてるから、うん、しっかりしてるんですけど、中がトロトロですね。そうなんです。で、この青のりもいいですね。ね、そうなんです。磯の香りがまたあんに加わると、うん、より旨味が増して美味しくなります、うん。キノコの食感も楽しみながら、お豆腐の滑らかな美味しさも味わえて、うわー、これお家で作れるんだ、あんな、しかも簡単に。はい。いや、絶品。いろんなキノコでメインにしてもまた違った、うん、食感が楽しめるので。はい、いいと思います。あ、本当に簡単だったんですけど、改めてポイントをお願いします。はい、では改めて今回のお宝ポイントです。厚揚げを切る前に焼くことで裏返す手間が少なくなります。片栗粉を先に入れておくことでとろみ付けが簡単にできますよ。青のりを入れることであんかけに海苔の旨味が加わり、彩りも良くなります。まだまだ美味しいお宝レシピありますので、お楽しみに。今回ご紹介したレシピが美味しそう、食べたい、作ってみたいと思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントお待ちしてます。そして本日使った食材とレシピ、便利なキッチングッズも概要欄に載せています。ぜひチェックしてみてください。さらにインスタグラム、X、TikTok にもいろいろアップしていますので、こちらもぜひフォロー、いいね、シェアしていただけたら嬉しいです。このチャンネルは毎日忙しくしている皆さんにも、美味しく楽しく簡単楽々にお料理を楽しんでもらおうというチャンネルです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回のお宝キッチンもお楽しみに。バイバーイ。